んで来たのか分かってないんですよ。変に利用されないだろうなっていうのもあります。あ、そういう話もちょっと今日いっぱいお話ししていただければ。これはダメだ。ありがとうございます。今回なんでクアラルンプールに来たんですか。正直言ってなんで来たのか分かってないんですよ。なんかどうしても来てほしいって言われたから来たんですけど、なんでかどうしてかっていうのはオッケーぼやっとしか聞いてなくて、はい、でもなんか偉い人だからよく分かんないんだよね。あるらしいじゃん。俺会ったって別にあんまり何の話もできないんだけど、どうしても来てっていうか、ここまで言うんならっていうぐらいの感じで来てます、うん、まだこれから一体何なのって聞いてみようと思ってんだけど、うんうん、今のところまだ情報が薄くて特に俺も調べなかったし、任せちゃって信用してるから別にそんなことはないだろうってね、うん、ことです。あの会長の治療してくれてる方ですよね。そうそうそう、針の大口先生とエクソソームのノブ先生。なんか最初はエクソソームの件みたいな話だったけど、よく聞くと違うみたいだし、なんかいるだけでいいみたいな話で、役に立つならいるけど、はい、変に利用されないだろうなっていうのもちょっとっていうのもあります。ああ、わかんない、全然わかんない。ちょっといろいろこれからランチでお話聞いていこうと思います。よろしくお願いします。なんなのこれ。インスタですもん。野口さんがマレーシアの再生医療、再生産、再生医療を見たいと、さらにこう、惑星の医療をですね、世界に広げていくということで、やっぱこう、松浦さんに来てもらわないといけないという企画でございます。っていうのもあります。今日ですね、まあ、そのウェルネスクリニック、新しいの作ってるんですけど、まあ、途中、11月オープンなんで、うん、その松浦さんとノブさんと僕がやったやつは、針を打って、3歳後、エクソソームですけど、あれをマレーシアでもぜひやりたいということなんで、でそういう話もちょっと、今日いっぱいお話ししていただければ。営業案件でした。カラーのせっかくなんでちょっと松田さんに久々の何十年ぶりのマレーシアなんでちょっと観光していただいて、夜はですね、貴族の方とお食事をですね、セッティングしておりますので、はい、なかなかお会いできない方なんでですね、ちょっとぜひお楽しみいただければと喜んでございます。そんな感じでよろしいですか。OK です。よろしくお願いします。どうも、ありがとうございます。ナカス、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 ナカス。これから一緒するかもしれない会社さんの本社を見させていただいてから、この会社自体がいろんな農業だったり医療系、不動産もやってるみたいで、結構マレーシアではすごい大きな会社らしく、その会社に招待されて今この会社をお邪魔させていただいているという。これが今下にあった模型のショールームという。このマナカという建物がマレーシアに2028年できるらしく、新しいトレンドマーケットみたいです。で全部9棟のビルあります。一番高いの先頭タワーが320メートル で他のビルはだいたい260メートルから280メートルになります。太陽城、今日の晩御飯。How many times have you done the stem cell? Many times.
そうです、そうです、そうです。ハゲマンですよ。初めての。やったイメージないですよ。見たことない。じゃあ、はい、お願いします。そうだ。よー。ありがとうございました。ということでね、今回の旅も終わり、日本に戻りますと思いきや、なんと今から私たちはバリ島へ行きます。実はね、今回の旅のメインの目的はこのバリ島なんですよ。その前にね、ちょっとお仕事があってマレーシアに寄ったんですけど、今からバリ島で素晴らしい景色と素晴らしい体験をお届けするのでね、離脱せずにちゃんと見てください。じゃあそれではね、少しバリ島を先にお届けしていこうと思います。はい、Thank you。 あいやばい、いやダメだ、これは何ですかあれは。あとあの道をブロックして今ヘリが止まった。道をブロックして、はい、ここ今ブロックしてる、今綺麗な、うん、さ、はい、このさ、はい、どこに行っても同じ格好だね。いやこれ分かるようにしてるんですよ、気使ってるんですよ、これでもみんながすぐ見つけてくれるように。僕も違う格好したいです。買ってあげたくなるくらい。ありがとうございます。ということでやっぱり旅の目的をね、今回ですね、はい、前回ですね、ラスベガスです。ドン・ディアブロに呼ばれたクラブに行ったんだけど、俺酔っ払いすぎてて行けなかった。覚えてますよ。行けなくて、今回仕事でクアラルンプール行ったでしょ、はい、ナリも全然来てないし、新しいクラブができたっていう話なので、はい、ドン・ディアブロも重なっていて、あ、ここは行くしかないっていうことで来ました。その新しいクラブというのはのびさん、どんな感じですか？あの素晴らしいクラブで、あのアトラスっていうクラブなんですけど、はい、今インドネシアにいろいろなところに多店舗展開しているところで、はい、バリは本当にできたばっかり、はい、でもう規模感が本当にあのラスベガスのクラブの、あの感じで、ジャカルタに空いた方の新しいクラブは、はい、まさかのオムニアをコピーしてるのかこれぐらいな。感じのクラブです。中です、中です。キャパだけで言うと1万5000円入ってたんで、今後そこであのフェスをやろうとしてるって言ってました。あ、はい、いや、はい、感覚が短いですね。あっという間の。前回青木さんの家飛び込んでね。今回日本に行くのはギリギリこれ。これでですか？もうちょっとこれで行ったら、ちょっとお酒増えてきて。あれどのくらいいましたっけ？2週間ちょっとだね。2週間ちょっとか。2週間いたらもうダメだ。これでギリギリ。こいつバリは来たことあるっていう。バリはなんかでも19年ぐらい前、10年ぐらい前。じゃあ久しぶりの。何やるんですか？海入るんですか？やっぱ。何もしない。何もしない。何もしないことが多いね。このホテルに行けば分かる。何もしなくていいホテルなんですか？僕も言ってない。意味がわかるよ。あのすごいいいホテルです。あの、なんていうか、ちょっとこうスピリチュアルな感じ。オールジョみたいですね。おお、目の前海だ。目の前海ですね。ここ初めてですか、泊まるの？初めて。だってコロナ直前にですよ。丸ごとリゾート、うん、まあ、外に行かない理由わかるでしょ。わかる、わかった。あの、でかすぎて外に行かなくて済むってことですね。Welcome to Presidential Villa, number 2. ドキドキ。いやー、一軒家だね、もう。大豪邸ですね。
900万円。ほとんど外じゃん、これ。そう。ほら、ここから出ないっすよ。いらない。ほんとに。これはダメだ。これは。そうです、あれ、あのプライベートビーチ。どうやって降りるんだろう。あ、あそこから階段があるので、その階段で。プライベートビーチ。このスペースいいっすね。バリっぽいっすね。ここでいいっすよね、僕たち。え？素敵ね。普通に。マスターベッドかな？うわぁ。普通に部屋があって。これは？え？綺麗。こんな感じで出てくるの。これちょっとすごないですか。シャワーとトイレか。トイレでかすぎでしょ。しかもこんな扉から出てくると思わないな。何度ほど服持ってくんのこれ。でかな。入ってんですか。うわぁ、ちゃんと入ってる飲み物が。見てこれ、もうマドラーがもうパイナップル。こういうとこいいっすよね。綺麗だよね。こちらが倒します。もう一人ある。あ、ここにもう一人ある。くっ、このオーシャンビューの部屋があって、この部屋からはもうこの景色が一望できるというね。さっきと同じ仕様かな。あ、似たような仕様ですね。同じ部屋を取っちゃう。ここなんだろう。入り口入ってすぐ。あ、キッチンだ。ここでご飯作れるんだ。冷蔵庫がある。おお、なんでドンペリがたくさん入ってるよ。これわかるでしょ。わかるよね、はい。え、会長今この辺を聞いてるんですか。そうだよ。あ、そうなんだ。昔の遡って、はい、集めて、とりあえず入れてってプレイリストを突っ込んでって、はい、後で絞るんだけど、まだ入れてる段階の。だって俺にとってはこれ一応青春の。いや、まあまあそうですよね。あなたなんでそんなに詳しいの。いや、もうあの僕は逆にそういうオタクになってかなと思って。それこそあの前の僕のあの、前任のあの広川っていう、うん、あのウェブの彼が入った時に、あの僕それまでは本当に、ね、ロックだったんですけど、で、あのウェーブに入る時に一番来たくなかったのが、うん、アドセクションだったんです。アドアンドミートが、はい、まあ楽しみにして、はい、あれは無理と思ってたら、あのなんとあの彼が、あの自分が辞めるから公認はこいつっつって、何のあれもないのにいきなりそこに入れられたんですよ。公認なんだ。はい、公認です。一回その広岡さんって人に打ち上げしに行こうよって言われて、死ぬほど詳しいの、はい、なんでそんなに詳しいのって言われて、はい、そのルーツも全部その人に、俺その人にいろいろ教わって、レンタルレコーダーでいろんなことを書いてばらまいてたの。でもあれでその 3ヶ月ぐらい毎日彼の家に行って叩き込まれたんですよ、音楽を。それって聞くもんじゃないと思うんだけど。いやでも、もう本当にそうやって覚えたんですよ。だってもう覚えないと、あの明日から彼が来ないみたいな感じになってたんで、で、あのお客さんいっぱい持ってたんで彼が。だそうした時に彼に言われたのが、そのとにかく絶対に知らないって言うなって言われたんですよ。ああ、なるほど、ね、はい。そしたら情報ってあのレコードの後ろにある、うん、あのプロデューサーとかスタジオとか、うん、そのどこで作ったかとか、
もうそういうのしかないじゃないですか。だからもうそこからどれだけ読み取るかみたいなことをすごくやってたのが最初の頃ですね。まあさ、それやるとさ、書くんね、そのレーベルの名前と、はい、プロデューサーの名前と、はい、ライター、作者、書いていくと共通点が出てくるの、はい、そうするとレーベル違うのに同じだと思って調べていくと住所が一緒で、はい、あ、こいつら同じじゃんとか、そうですね、はい、そういう探し方だった。そうそうそう、インターネットとかないから。あとはレコードミラーとかミュージックウィークとかビルボードしかなくて、今に俺が言ったら音楽とかチャートもないような音楽だからさ、はい、唯一レコードミラーにハイエナジーってチャートがあって、そのダンスミュージックの端っこにね、最後の方にベスト30ぐらい、はい、途中にユーロビートに変わってなくなっちゃったけどさ、はい、盛り上げるのはもうその本当にレコードの真ん中のこの丸いところに書いてあるレーベル名と、アーティストタイトル、カッコの中にライター、あとプロデューサー、著作権がどこかによって探し当てて、そこのイタリアのとこだとか、イタリア版、オランダ版とかさ、フランス版だ、ドイツ版だって全部あるんだよ。でも共通してるのは著作権がどこか、そこに連絡して、そこまで行って、イタリアならイタリア行って、はい、その曲のライセンスさせろっていう交渉で、それずっとやってたの。だからいろんな国に行ったことがあるって言って、はい、今みたいな、前みたいな、ちょこちょこって言う、ね、撮って、ちょっと人気が出たからって、YouTube でお金もらってるの、まあ、クソだ。努力しろよ。本当に。昔から、そういうことをして積み上げた結果が今があるんで、うん、これがねこれがこんなね、最初からこんなとこ行ったら私は誰もついてこない。まあ歴史があるんですよ。だってさ、何年やってんの、うん、簡単に35年って言うけどやってみん、歌詞レコード借りたらもう40年弱ずっとそういうことやってんだからさ、なるよね。こう直近の20年ぐらいが一番ダメだったっていうだけで、うん、社長とかいうわけのわかんないことをさせられて、うん、この何だろう、資本主義の中で今の会社はこうあるべきだみたいなさ、うん、ことを東京証券取引所が作ったルールに基づいてアメリカから押し付けられたみたいなルールがあるわけだよ、うん、バランスだったコンプライアンス、うん、そんなことが20年30年前ないからね。それでその通りやっていいだ悪いだって言われるけど、そもそもそんなコンプライアンスガバナンス守ってたら ABEX なんかあるわけないじゃん。でもさ、なんかそう言われるからそういう風にしてるけど、そんなのじゃ受けるわけないじゃんって。だからもういつも言うけど、ビジキ落ちそう、落ち疲れんだよこれ、もうやりたくないよ俺。みんなやってよ。だってそのポジション手に入れたら離れたくないでしょみんな、きっと。でもさ、普通に就職して社長になると、社長でやる時間で2年、4年、6年って決まってんだよね。はい。それしかできないんだよ。そりゃそこのポジションまでわざわざさ、一回も失敗なくて行くんだから、うん、ちょっとでも失敗したら飛ばされて、なかなか戻ってこない。よっぽど人材がいなきゃ戻されるけど、しがみつくよね。それは失敗なくたどり着いたところで、自分がいる間は波風立たずに終わらせたいよね。うん、そうしたら発展しないよね。で、そういうところが、の人たちがリーダーみたいになって日本の資本主義回してたら、まあ、新しいの出てきたら潰されるよね、堀江とか、うん、実際そうじゃん。お金があってもさ、多分ダメなの、ダメじゃないでいいけど、やっぱりある程度その年数積み重ねないとさ、何の重みも感覚もないよね、説得力もないし。それは勢いがあるから、勢いに任せて言っても言ってる人いっぱいいるけど続かないと思うよ。まあ続いてもうなんか俺もうゴールしちゃったから、もうゴールの後で「へぇ」「トゥルトゥル」って言ってる感じ、ね、頑張って頑張って、まだ半周もしてないよっていうふうに見える。ということでバリ2日目、今からバリのパワースポットウブドですか、行きます、行きます。ちょっとね、そこである体験ができるということで、のびさんがまた今回ヘリを用意してくれました。何ですかあれは。道をブロックして今ヘリが止まってる。道をブロックして、はい、ここ今ブロックしてる、今そんなことを、のびさんが呼びました。ノープロブレムね、ノープロブレム。
なんか前情報だとお母さんの子宮の中に戻ったような気持ちになるらしいですよ。よくないか。なんか変なもの、なんか痛め変な人いましたね。